チタフォンブルボニイコールパルマ、チタフォンブルボニイコールパルマ、1892年5月9日から1989年3月14日は、オーストリアイコール、ハンガリー帝国最後の皇帝カール一世の皇后。ルクセンブルク大皇、マリー・アデライドとシャルロットの姉妹、ベルギー王アルベール一世妃エリザベートとは共に、母方の十姉妹同士にあたる。また、 シャルロットの夫フェリックスはすぐ下の弟である。1892年5月9日、イタリアのルッカ近郊、ピアノーレ城で誕生する。父は、ブルボンイコールパルマ家のパルマ公ロベルト一世。母は、ポルトガルのハヨーミゲル一世の娘、マリアア・ントーニアで、イボケーシを含む24人の兄弟姉妹中17番目の子である。日後の月日、洗礼を受け、 チタと名付けられる。カトリックの聖人に由来するが、当時としても、珍しい名前であった。母、マリア・アントニアと後の夫となる、カール大公の義理の祖母マリア・テレジアが姉妹であった、関係から、つまりカールは、チタにとって、義理のいとこの子にあたる、カールは、ロベルト公が所有するシュワルツァウの資料館をたびたび、訪れていた。そのうち、チタ7歳の時には、 年の差を感じるとともに、弟のマクシミリアンについて、よく気がつく人だという印を与えた。1903年9月16日から、ツタは、バイエルンのツァングベルクにある聖ヨゼフ修道院で、貴族の子女のための教育を受ける。当時の教師によれば、小柄な子だったが、目的識は、しっかり持っていた一方、公女という立場から友人に均等に接し、親しい友人は、 一人もいなかったという。学業成績は優秀ではなかったものの、努力もあってドイツ語を習得する。1907年に、父と死別する。1908年晩秋、ツイタは、修道院の最終学年で勉学を打ち切り、翌1909年2月、ワイト島の聖世知る修道院に移り、母方の祖母、アーデルハイトの下で学業を継続する。同修道院には、 地下の長子アデライデをはじめ、親族の女性たちが修道所として神に勤めていた。急な転校は、当時は、おば、マリア・テレジアが熱心に進める、カールとの結婚からの逃避と考えられていたが、母、マリア・アントーニアによる、より女性として成熟してからカールと再会させる、刑だとする説もある。1909年初夏、 母方の重視マリアンヌンツィアータと共に保養を目的として訪問したフランツエンバートにてカール大公と再会する。カールは当時エーゲルラントの隆起兵中隊に駐屯しており、そこから軍服で訪れていた。当時の定位継承者、フランツ・フェルディナント大公はゾフィー・ホテクと帰戦結婚したため、彼らの子女に定位継承権は認められず、 また、老帝フランツ・ヨーゼフ・一世とフランツ・フェルディナン、大公の政治思想的対立も深刻だった。次々規定位継承者として期待されるカール・大公とチタは、このような情勢か、愛情からか、政略的判断からか、交際を開始する。チタは、後年になって、私のカールに対する愛情は、2年間の間に、ゆっくり熟成されていきましたと語った。 1911年1月16日、ツイタはウィーン宮廷部東海にデビューした。宮廷の関係者らにツイタは好印象を与えた。一方、カールは素朴で実直な人柄から国民には好印象を与えたものの、関係者からの印象は良くなかった。ツイタにはドンハイメからの求婚があったことを知ったカールは婚約を急ごうとする。からカールに対し、 カトリック神と君主の史女を条件として示されており、また皇帝は孫娘のエリーザベト・フランチスカとの結婚を最も希望していた。1911年5月、おば、マリア・テレジアにより、ゼンメリングの聖ヤコブ狩猟館に招かれたカールとチタは、狩猟を楽しんだ後、ついにカールは求婚し、チタは承諾した。この際、チタはためらったとする説もある。 ウィーンのヘルメスビラで西洋していたフランツ・ヨーゼフ・イセイは、カールの母マリア・ヨーゼファから婚約の報告を受ける。チタのイボケーシに知的障害者が多数いたことが懸念事項としてあったものの、皇帝も許可をした。同年6月13日、チタの母、マリア・アントーニアの名の由来であるパドバのアントニオの祝日を選んで、内輪だけの婚約式がピアノオレ城で行われた。 翌日に婚約が公式発表された。カールはフランツ・フェルディナント大公に代わり、皇帝の名城として英国王ジョージ5世の戴冠式に参列した。その間、ジタはローマへ赴き、カールの希望もあり、6月24日に教皇ピュース10世から結婚の承諾と祝福を受けた。この際、教皇はカールが次期皇帝になると発言した。 10月21日、シュバルツアウで、チタとカール大公は結婚した。結婚式前日には、ウィーナーのイシュタットの航空隊が、祝賀飛行を行った。提出と、市民から、盛大で豪華な祝福を受ける。フランツ・ヨーゼフ一世は、皇太子、ルドルフや皇后、エリーザベトの死後落ち込んでいたが、カール大公とチタの結婚に際しては稀に見る上、機嫌差を示せ。 バルコニーに出ては民衆に手を振り、カール太鼓を、下夫妻と一緒に写真に写るなどのサービスを行った。結果、風邪を引き帰還支援も併発させてしまった。翌1912年11月、定位継承順位第3位となる長男夫が誕生。大父母には皇帝とおば、マリア・テレジアがそれぞれ務め、先例名には将来フランツ・ヨーゼフ2世となることを念頭に、 フランツ・ヨーゼフの名が与えられた。1914年2月1日には、長女アーデル・ハイトも誕生した。しかし、同年6月28日、サラエボ事件が発生し、フランツ・フェルディナント対抗夫妻が暗殺され、第一次世界大戦の引き金となった。カールとついた夫妻にとっては、数十年先と考えられていた、定位継承が目前に迫ることとなった。 1916年、フランスヨーゼフ一世の宝魚とそれに伴うカール一世の即位で皇后となる。ブルボンイコールパルマケという出自が、交戦国であるフランス、イタリアに結びつくということもあり、イタリア女と呼ばれ、国民から嫌われた。1918年、オーストリアは第一次世界大戦に敗北し、帝国は解体され、カール一世も、 国事不関与の宣言に追い込まれるが、夫がそれを決意した際には最後まで反対し続けた。なお、対戦末期には、ツイタの兄であるシクスト公使、グザビエ公使が、オーストリアの連合国との単独講和交渉に当たったが、失敗に終わった。さらに、1921年に、ハンガリーにおける主権を取り戻そうとしたが失敗し、カール一世の復帰運動を。 スイスへの受け入れも拒否されたため、ポルトガル領マデーラ島に亡命した。カールが風邪をひいた際、チタは、金銭難のため医者を呼ぶのを惜しんだ。カール一世が肺炎で母子した後、チタは終生黒い衣服を着るようになった。その後、チタは、国外追放処分となっていたが、娘、アーデル・ハイトの母さんと称して1982年8月17日に、チロルを訪れた。 この頃には第一次世界大戦当時にオーストリア国民が抱いていたツタへの感は消えており、むしろ国民の半数が帰郷を歓迎していた。以来、ツタはしばしばオーストリアに入国し、その度に1万人以上の群衆が最後の行動を見ようと押し寄せた。1989年、スイスので死去したオーストリア国内の反対論を押し切る形で、 ウィーン市内のシュテファン大聖堂で葬儀が行われ、カップツイーナーの骨堂に葬られた。葬儀の際には、帝国時代の国家、神よ、皇帝フランツを守りたえが演奏された。共和制移行後、シュテファン大聖堂にこの曲が鳴り響いたのはこの時が初めてであった。チタは、その信心深さでよく知られた。生涯にわたって夫カール一世の大意を否定し続けたのも、 王権神授説を信じていたためだった。1962年から、オーストリアとの国境にほど近いスイス・ツアースにある、聖ヨハネス修道院で暮らすようになり、放御までのおよそ27年間を、祈りの日々で過ごした。没後20年が経過した2009年、生成調査が正式に開始され、となった。なお、夫カール一世はすでに副社となっているが、その記念日は、 彼の命日ではなく、チタとの結婚記念日である10月21日と、なっている。そのことが示唆しているように、チタも、いずれカール一世と並ぶように、カトリックの祭壇に加わる、可能性が非常に大きいと言われている。八死を生み、多産というハプスブルク家の伝統を守ったとも言える。1922年から1993年、ハイン・リヒリ・ヒテンシュタイン。 リヒテンシュタイン校、フランツヨーゼフ2世の重帝と結婚。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。